火酸化ベンゾイルは酸化剤の一種で抗菌作用、皮膚の角質の体積を改善する作用がある。火酸化ジベンゾイルとも、抗凝、漂白剤、ニキビの治療に使用される。ニキビ治療薬として、抗生物質の薬剤耐性菌問題に代わって推奨度が高くなった。ベピを抗菌薬との合剤でワック。消防法による危険物に指定されている。 有機加酸化物。白色粒状で無臭の個体で、水には溶けないが、有機溶剤には溶ける。強い酸化作用があり、摂氏80度まで加熱すると、発火。さらに摂氏100度を超えると白煙を発生して激しく、分解する。加熱、摩擦、衝撃、光に当たることによっても分解し、爆発する恐れがある。また乾燥したり、強酸や、 有機物に接触することによっても爆発するので、保管には注意を要する。市販品は爆発防止のため、25%の水で湿らせて純度75%にしている。過酸化ベンゾイルは塩化ベンゾイルと過酸化ナトリウムから構成される。加熱により、酸素酸素結合がホモリティックに配裂し、ベンゼンカルボキシルラジカルを与え、そこから二酸化炭素が脱にして、 フェニルラジカルとなる。この性質を利用し、ラジカル回し剤として、ポリマーの合成などに使用される。他の一般的な用途として、洗髪や歯の漂白剤が挙げられる。ヨーロッパでは、過酸化水素の使用が制限されているため、特に利用される傾向がある。また、小麦粉の製造の際にも使われる。腎常性座層の治療に承認されている。21世紀になって、 抗菌薬の長期使用による薬剤耐性菌の出現が問題となり、薬剤耐性の心配のない加酸化ベンゾイルの使用が推奨されるようになった2015年に、加酸化ベンゾイルのみのベピを抗菌薬クリンダマイシンとの合剤、デュアックが日本で販売された。もっとも欧米では、1960年代からニキビの治療に使用されていた。また2016年に、 アダパレント合剤のエピディオが承認された。主な副作用としては、接触皮膚炎がある。1990年5月、東京都板橋区の科学工場で爆発があり、死者8名、負傷者18名を出す惨事となった。実験室でも、金属さじによる取り扱いは避ける。ありがとうございます。